はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、今度のニュースは、えー、過労死寸前な、あー、教師がね、今、続出しているということでございます。もうね、本当に何度も言っているように、学校制度そのものをもう見直す時期に来てるのかもしれません。はい。えー、もうね、定額働かせ放題の、状態になっていると。 で、えー、心を病んでいる先生方が非常に多いと。まあ、心病むでしょうね。だって、心病んでると思いますよ。だって、とんでもない発言をする先生とかね、めちゃくちゃ多いですからね。はい。えー、心病んでると思います、実際に。定額働かせ放題だそうです。で、えー、今ね、先生がどういう状況かというと、 まあ、7割、7割方の先生が授業の準備もできない状態だということでございます。これ本当に問題ですよね。まあ、一つはあ残業代が出ないっていうことみたいですね。えー、まあ、残業代は出した方がいいですね、やっぱりね。はい。えー、で、えー、これ言うのはあれなんですけど、まあ、政治家の皆さんね、 本当に、あの、自分たちの利益のためにお金を使うよりも、こういった子供のね、学校とかそういうところにね、お金を、予算をもうちょっとね、えー、ちょっと入れてほしいですね、まあ。 なんて、マイナーカードとかもどうしようもないね。これ言っちゃうとあれなんですけど、どうしようもないものにどうしようもないことで予算をつぎ込んだりとかね。広告費とかね。えー、まあ、そういうものよりもね、こっちの学校の方に予算を回してあげたらいいんじゃないんでしょうかね。本当にね、えー、使うお金の、こう、 間違ってますよね。使うべき方向性という、お金の使い道がね、本当に間違ってると思います、私。はい。え本、ー、当、まあ、とんでもない状況だなと思います。まあね、こういう状況じゃね、それは精神病んでね、子供に暴言吐くような、 あ教師がね、どんどん出てきても、そりゃ仕方ないかもしれませんね。はい。でも、暴言吐いちゃいけません。当たり前ですけど。はい。当たり前ですけど、子供に暴言吐いたりとか、ああ子供がね、もういじめられて苦しいって言ってるのに、へ、え、花、ー、丸つけたりとかね。えー、そういった行為は、本当ね、まあ,あ、やめ、やめた方がいいですね。本当あのー、本当にね、 ここに書いてあるように、先生方の精神がおかしくなってるって書いてあるんですけど、えー、多分その通りなんだと思いますよ。はい、えー。なんで予算をね、こういうところにもうちょっと回すということです。どうでもいいようなことにね、予算を使わずに。もう広告費、マイナーカードの広告費にあんな使う必要ないでしょう。 よかったらみんな自然に登録しますよ。使っていい。よかったら、そんな広告なんか打つ必要ないでしょう。もうね、こういうことばっかりやってるから、もう、利権でしか動いてないって分かっちゃうんですよ。<laughs> はい。そういうことです。利権でしか動かないっていうことを証明してるようなもんじゃないですか、これ。 こういうとこもね直せばちょっとね支持率が戻ったりするんですけど本当、えー、利権でしか動いてないですからねはい、えー、支持率があ戻らないのも当たり前ですはいちょっと話がずれちゃいましたけどまあでもね本当私思うんですけどもうね日本の教育全体っていうのを見直して、えー、もう家庭でね えー、なんていうのかなあ。学習できるような体制を作らないとダメなんじゃないかと思いますよ。ほぼほぼ通信制にした方がよろしいと思います。えー、そうでなくても、なんかね、もう、小学校とかでおかしな事件ばっかり起きてますからね。はい。もう先生の暴言によってね、えー、子供の方が PTSD になってしまったりとか、 もうあってはいけないようなことが今起こってます、日本で。これがね、過労のげが原因がね、過労だとしたら、本当にね、えー、もう見直さないといけないと思います。そういうことですよね。もうね、もう本当ね、何もかもが、歯車が狂ってきてますね、日本。 何もかもすべてが歯車狂ってきてます。この日本の体制がね。えー、なんで、本当に私たち、こう一人一人がね、えー、考えていかないといけません。まあ、これをね、考えられなければいない人も結構いるんでしょうけど、でもね、考えないといけないんですよ。はい。えー、皆さんね、こちらの記事も貼っておきますので、 え、ね、えー、皆さんもよくね、えー、ちょっと考えてみてください。本当ね、アウト政府はお金の使い道間違ってると思ってます。はい。そういうことでございます。 もうね、もう毎日こんなニュースばっかりでね、申し訳ないんですけど、はい、えー。たまにはね、明るいニュースをね、流したいんですけどね、なかなかないですよね、そういうニュースね。<laughs> はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。いいでしょうね。えー